お二人初めてでしたけど、準備してたものと全く違うものが出てきた。心の準備と全然違くて、そうね、アリスちゃんなんで宮崎の知らなかったし、あんなほとんど知らなかったです、ね、はい、こう日本全国の人たちに知ってほしい情報ばかりでした。本当に宮崎県民の人でも知らなかったことが、衝撃の事実が出てきますから、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。せーの、発表、うちの県の大事件、見てね。宮崎県の事件を調べたら、カツオ一本釣りに人生をかける人たちの驚愕の生活が明らかに。めっちゃうまそうっすね。うまっ。うちの県の大事件、10日火曜夜10時。